第77戦闘航空団、ヘルツアースは、ドイツ空軍の戦闘航空団の一つ。第二次世界大戦において、西部戦線から東部戦線、そしてノルウェー戦線から地中海戦線まで、ほぼすべての戦線で活躍した。部隊の飛行隊はすべてメッサーシュミット BF-109 を装備していたが、第2飛行隊は1943年11月から12月に、 かけての間のみイタリアの戦闘機、マッキー MC-205 を装備していた。1939年5月、第77戦闘航空団は第愛飛行隊と第2飛行隊として編成された。第3飛行隊は、トロンハイムの第186戦闘航空団、第2飛行隊から1940年7月5日から解消された。 大愛飛行隊は1940年11月21日に第51戦闘航空団第4飛行隊として再編成され新たな大愛飛行隊が編成された1942年1月大愛飛行隊は第5戦闘航空団大愛飛行隊として再編され新たな大愛飛行隊が結成された1942年4月 大愛飛行隊の第二飛行中隊はルーマニアに移動し、ミジルのプロイエシティ油田の防衛部隊として活動した。なお、同飛行中隊は1942年8月に第4戦闘航空団大愛飛行隊として再編成された。1939年9月1日、大愛飛行隊は第3航空艦隊の一部隊としてポーランド侵攻に参加した。 1940年4月、JG7-7 は、ノルウェー侵攻における、ベーザー演習作戦に参加した。フランス侵攻の後、第愛飛行隊はノルウェーにおいて、イギリス空軍と交戦していた第五、航空艦隊指揮下の第十航空軍団を援護した。ノルウェー及び、デンマークに駐留していた1940年から、フランスのブレストを防衛するために移動した9月までの間に、 第2飛行隊は79機撃墜の成果を挙げた。1941年5月、第2飛行隊及び第3飛行隊はギリシャ侵攻とクレタ島における落下山強襲を援護した。クレタ島侵攻に、後 JG7-7 はルーマニアに撤退された。そこで第3飛行隊は新型の BF-109 回に転換された。 1941年6月22日に開始されたソビエト侵攻におけるバルバロッサ作戦にて第2飛行隊と第3飛行隊は南方軍集団の部隊として参加した。その間、第 I 飛行隊はフィンランド戦線に従軍した。6月22日、第6飛行中隊所属のバルターヘッカーが第3飛行隊が撃墜したソ連空軍の ツポレフ s b 十機のうち八機を撃墜する成果を上げた。また、クルト・ウベン注意が四機のツポレフ SB を、ラインホルト・シュメッツァ飛行兵総長が五機のツポレフ SB を撃墜するなどの戦果を上げた。トータルとして、空中戦で五十二機を撃墜、地上攻撃で二機を破壊した。AS の大愛飛行隊司令オスカー・ハイン・リヒベア大尉。おそらく九百四十二年七月。 イタリアの高溝での写真1942年1月、ノルウェーに滞在していた大愛飛行隊は、第5戦闘航空団大愛飛行隊として再編成された。そして1942年の6月から12月の間に、新しく編成された大愛飛行隊は、地中海南方のエリアに移動した。JG77 は、イギリス砂漠航空隊の戦闘爆撃機と広範囲に、 渡って戦闘を繰り広げた。連合軍の航空的優位により、チュニジアの様々な JG77 基地が絶えず空爆を受け、これにより多数の BF-109 が地上で破壊された。ヨハネス・シュタインホフ中佐が部隊の指揮官に任命された。第 I 飛行隊と第2飛行隊が再編成のためにドイツに帰還した間、第3飛行隊は、 イタリアのフォッチャ基地に移動し、ナポリの北東、サルデーニャとシチリアへと出撃した。6月中旬、大愛飛行隊は、シチリア島の釈迦に飛び立った。第2航空軍団に所属する JG7-7 は、イタリアとシチリア島に駐留していた。1943年と1944の間、JG7-7 は主にバルカン半島やサルデーニャ島。 イタリアのみならず、ルーマニアまでの南方戦線を担当した。大通飛行隊は10月から1943年の終わりまでの2ヶ月間、イタリアの末キ C205VS 戦闘機を運用し、12月に新しい BEF-109 を再装備した。1945年、JG7-7 はドイツ本土の防衛の援護をするためにドイツ本国へと移動した。 終戦前の1ヶ月間、JG7-7 は、シレジアにおいて、ソビエト空軍と戦闘を繰り広げた。1945年3月7日、指揮官のエイリヒラエ少ショサが約、約マイナス9との戦闘で撃墜され死亡した。ありがとうございます。